戦隊ファイバー、ワンツースリーフォーファイブ、ファイブマン、危険に今命を張れ、地球が危ない、銀河でただ一つきりの虹の降る星、大丈夫か？冗談じゃないぞ兄貴、こいつの毒がスーパー結晶の信号機なんだよ。おまけに重くて動きやしねえし、こんな役もう二度とごめんだからな。ケン兄貴、ケン、あ、待てケン、失敗の原因が分かったぞ。おい、ほらこれを見てくれ、ここに不純物が混じってる。これさえ取れば完全なスーパー結晶ができる。今度こそもっと小型で軽いバトルプロテクターファイブテクターが完成するんだよ。ファイブテクター、すごいパワーアップだぜ。ファイブマンは無敵だ。その通り、そうそうなんだよ。ファイブマンも落ちたもんだな。そんなもんに頼って強くなろうなんて、大体俺はそういう根性が気に入らねえんだよ。ケン、それは違うぞ。シュバリエはとてつもない強敵だから、どんな状況にでも対応できるようできる限りのパワーアップを図っておかなければならないんだよ。それならなおのこと、体を鍛え、もっと技を磨くべきだぜ。おい待ってくれ、みんなで力を合わせればあと少しで本当に完成するんだよ。私たちだけでもやりましょうよ、一刻も早く完成させなくちゃ。
母さんにもらったこの体に不可能はないぜ。何者？合心銀河投資サザエマジロギ。可愛がってやる。ゾッ！ファイブルー！ファイブラスター！ゾッ！ゾッ！ゾッ！V サーベルがなんて硬いんだ。サザエマジロギンはサザエ銀とアルマジロ銀の合心銀河投資。その装甲は銀河一固く、そのパワーも銀河一の最強戦士なのさ。なんだって？ついあれ。できないなんて。みんな頑張って。今ファイブセクターを作ってるんだ。必ず届けてあげるからね。サザエマジロギン、とどめを刺す。このままではみんなやられてしまう。よし、兄貴何をするんだ。 V パワークリップを使ったら死ぬぞ。もうこれしかないんだ。兄貴、兄貴、ためだからって強化スーツに限界の100倍以上のエネルギーを集めて体当たりするなんて。シュバリエはとてつもない強敵だから、どんな状況にでも対応できるようできる限りのパワーアップを図っておかなければならないんだよ。あの時ファイブテクター作りに協力していれば兄貴をこんな目に。すまん兄貴。ファイブレッド、お前の健闘を褒めてあげるわ。でもお前たちの命運もここまでよ。ゴルリン32号辛抱。
みんな行くぞ。お剣歩き。よし。フィナーレを迎えることと相なりました。念願の千個目の星、今こそシュバリエがメドウ様に捧げましょう。おお、ついに永遠の命を得る時が来たか。何言ってんだ兄貴、ファイブデクターを俺に任せてくれ。兄貴、ファイブデクターの、ファイブデクターのパワーを見せてやるからな。みんな待っててくれ。兄さん、どうする気だ。もう少しだ、頑張ってくれ。レミ、しっかりしろ。もうダメ。逃げるんだ、浮上するんだ、みんな頑張れ。
がファイブテクター。これさえあれば。待って、まだ実験を済ませてないんだよ。あ、スーパーファイブロボが。今これを使うしかないんだ。考えたファイブテクターを撃て。あの兄が体当たりで俺たちを守ってくれた。このままではみんなやられてしまう。今度は俺の番だ。早く。レミ、オッケー。ファイブテクターはファイブマンを守り、ファイブマンをパワーアップするスーパープロテクターなのだ。兄弟先生に化け、運行の地下を掘っている。そこには海水を浴びると地球を滅ぼす銀河ペスト菌を撒き散らすアンモナイトンが埋まっていた。アンモナイトンを海に入れるな。地球戦隊ファイブマン、偽兄弟先生、応援してくれよな。